まず死にたい願望、一番最初になったのは中学生の時で、何言われてもうーあーでしか返せない。一つ確実に言うのは時間が解決してくれる。さあ始まりました高松奈々チャンネル。本日のゲストは90年代に数多くのドラマに出演されていましたが、当時からうつ病を抱えていたと近年告白されました俳優の石田一生さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。見出しがすごいですねうつ、はい、ですよね今回の。そうですね。いつ頃告白されたんですか？告白したのはまあ割と最近でして、うん、ここ 3,4 年ぐらいのもんだと思いますけど、うん、一番最初になったのは中学生の時で。あ、そんなに。そうなんです。中学2年の時に約1年ぐらいと、ちょうどデビューしてから22、3歳ぐらいの時ですかね、に1年ぐらいで飛んで、アップダウンその間あるんですけど、はっきりうつにかかったのはその5年前ですかね。中学生の頃はどうしてるんですか？それこそ全く分かんなくて、中退して海外の中学校を渡っていくはずだったんですけれども、ちょっとその時に時間差ができてしまったというか、なかなか行きたいところに行けなくて、学校に行かない時期が半年ぐらいあったんですけど、その間になってしまったんですけど、対人関係が怖くて周りをシャットアウトして自分の体に閉じこもっちゃって、でなかなかそこから出てこれないみたいな。その時は病院に行かれたんですか？いや、行ってないです。今思うと、じゃあ中学生の時はうつ病だったんじゃないか。そうですね、明らかにおかしかったので、うん、90年代にその大ブレイクされた時からもう患っていらっしゃったんですか？ちょこちょこありましたね。基本的にはストレスなんですけども、まあ、自分で分析すると、自分が一人歩きしてしまっているような感覚に陥ってしまって、渋谷だったりとかに出かけて行って、お店とかに行って石鹸買うじゃないですか、はい、例えば、うん、次の週にまたそのお店に行ってみたら、うん、その石鹸がバカ売れしててみたいな、うん、石田一生が来て買ってった石鹸、みたいなのがこうポップで貼られたりとかして。大スターですね。そういう現象ですよね。すごい恐怖感を覚えてしまって、うん、あとはなんかそのだんだんと周りの人たちとコミュニケーションがうまく取れなくなっていってたりとかで、まあ、表立ったことはなく、ちょっとまあ1年近くかな、お休みもらって家に引きこもってる状況だったんですけど、それでなんとかやりようしましたね。当時90年代とかっていうのはうつって言葉すらなくて、あったことはあったんでしょうけど、非常に専門的なことだったので、自分でどうにかするしかなかったので、割と自分でいろいろ調べました。どんな症状が出たんですか？まず死にたい願望、とにかく死にたい。あとはもう何をするのも面倒というか、億劫というか、もっと言うと恐怖でしたね。変な話、水を飲むのも恐怖、グラスを持つのが怖い、うまく持てなかったらどうしようとか、手が触れてたりすると、手が触れてるもうダメだみたいな感じで、もう自分でその自分に暗示をかけていってしまうことがすごく多いので、そこでどんどん鬱がひどくなっていってしまうっていう。コミュニケーション、人と取るのもじゃあ怖くない？全然取れなかったです。人と喋れない、何言われてもうーあーでしか返せない、怖いんですよね。もうやめてください、やめてくださいっていう感じになってしまうっていうか。何が辛かったんですか？っていうと理由はなかったりするんです、全く。何が辛かった、何だろうって感じなんですけど、まあ、いろんなタイプの方がいるので一概には言えないかもしれないんですけど、僕の場合っていうと恐怖感でいっぱいでしたね。当時理解してくれる人とかっていました？いや、いなかったです。誰も理解できないって言ってましたね。その父とかに今聞くと、あれは理解できなかったって。病院で診断をされたんですか？そうですね、クリニックみたいなところで診断して、うつ病というふうに診断されたっていうことを言ってもなかなか周りには理解してもらえなかった。それって何みたいなところの方が大きかったんでしょうね、うん、きっと。理解してもらえないと辛いですよね。そうですね、まあ、かといって責められることもあんまないんですけど、一、うん、人二人でも理解者がいればっていう気は今でもします。いつ診断されたんですか？すぐ不調になって病院行かれたんですか？いや、最初はこれも変な話なんですけど、霊能者とか、うん、そういう方々にこう見てもらったりとかっていうこともやってましたね。つきものでもあるのかみたいな感じで、別に何もついてない、うん、で病院に行ってもいや原因不明で、精神科に行ってようやっとこれこれこういう病気があって、うん、うつ病ではないでしょうかねって言われたりとかですね、うん。何かの記事で拝見したんですけど、お父様との金銭的なトラブルから症状がさらに悪化されたって。そうですね、単純にその親子 の, なんかその裏切り合いみたいな感じ、僕のあるはずのお金がちょっと別に使ってしまったっていうだけなんですけど、離婚の費用とかそういうことで、そういう状況になった時に、あれ裏切られたのかなっ
っていうことと、僕も僕で半ば飛び出す形で事務所を、父の事務所を飛び出してきてしまったので、まあ、裏切った形にはなるんですけど、うん、信頼してるお父様との関係が悪くなると病状も悪化しちゃいますよね。そうですね、よくはならないですよね、どうしても、うん、人間不信とかマイナス思考とかになったりしないんですか？なります、なります。やっぱりその周りのお金だったり人だったりっていうところの価値観っていうのはちょっとずつ変わってきてしまったなっていうのはありますね。その時ですか、大麻の逮捕された時ありましたよね、はい、昔ですね、はい、その精神的な不安定とかから薬にっていう形なんですか、うん、それからもう分かりやすくそういう形でしたね、うん、どうしても不安定になって頼るものが何もなくてっていう、そういう時に頼りたい人間、相談を受けてる時って僕はまあ相談していた側だとして、相談を受けてる方って結構言い方悪くと適当なことを言ったりするじゃないですか、それこうだからさ、ああだからさっていう、そういうのでだんだんその人の人となりが分かっちゃったりとか、そういうのも辛かったりして、うん、その後お仕事休業されるんですか、どうされたんですか？2年ぐらい一旦まあ休職して、からまあもう一度映画だったり舞台だったりっていうところに出ていきましたけど、休養してる間はうつ病は落ち着いたんですか？それはその時は落ち着いてましたね。3回目のうつ病の発症の時は芸能界復帰されて、はい、2019年の春頃ですかね。そうですそうです、再発したってことですけども、はい、その時の原因は何だったんですか？それははっきりバッシングでしたね。年の差婚についてのバッシング、ツイッターとかにリプライで2万件とか来ちゃうんです。え、アンチコメントが。別にそんな何をツイートしてるわけでもないんですよ。書いたことに対して2万件ぐらい、その死ねだのなんだのハゲとか、うん、踏ん張ろうとはしたものの無理でしたね、やっぱり、うん。あとお仕事はじゃあどうされたんですか？休業というか、東京にいたんですけれども、身の危険を感じるぐらいまでになったので、妻と一緒に一旦東京出ようって言って、うん、飛行とか怖いですよね。誰がするんですか？記者さんですか？じゃなかったみたいなんですよね、うん、一般の方ずっとついてきたりとか、妻がその家に帰ってくると誰かにつけられてたとか。どのくらいお仕事休まれてたんですか？その時は 1、2、3年ぐらいですかね。その時は最悪のこととかは考えたりとかされたんですか？死についてはやっぱりいつも考えますね。やっぱり実際死ねないんですけどね、怖くて。非常になんかしんどいところですよね、ある意味。そういう辛い時はどうやって乗り越えていかれたんですか？ひたすら耐えてましたね。もう時間が経つのを待ってというか。3回うつを経験されてますけど、3回とも時間が解決してくれたって感じなんですか？何か人だったり時間だったり、ふっと何か突然パッと消えてなくなるような感じなんですけど、不思議なもので。人っていうのは例えばどういうコミュニケーションをして楽になったとかありますか？そうですね、うつのままドラマに出てたりしてて、共演者の方がすごくよくしてくれてたので、それでパッとなんか消えてなくなったっていう印象です。それはそういう話を共演者の方と？全くしてないです。自分がそのコミュニティの中で受け入れられてなんかいいような気がしてたんですけど、それがしっかり受け入れられてたっていうことがこう分かった時って言いますか、あるがままの自分でもいいんだっていうふうに思えた瞬間にパッてなくなったりとか、突然元気になったよねって言われて、まあ一つ確実に言うのは時間が解決してくれるっていうのは言えると思います。真っ只中に言うとそんなこと思えもしませんけど、どん底にいる時ってどん底の気持ちだと思うんですけど、ちょっとでもこういうことしたら楽になるってことってあります？パッて気分を上げることとしては、うん、胸張って姿勢上にして笑ってみるっていう、こうやるんですね。確かになんか気持ちがちょっと楽になるかもしれないです。心配だとこうなっちゃいますもんね。大体てしてね、こう、うん、そうなっちゃうので、あと心配事の9割は起こらないっていう言葉もありますしね、うん、そういう言葉を読み漁ってみるとかですかね、うん、お家族の支えも大きかったですか？そうですね、どういう距離感とか支えが嬉しかったですか？頑張ってねとかっていうよりは、まあまあゆっくり行こうね、ちょっと引いたところでゆっくりぐらいな感じですかね。当事者としてはね、楽な距離感ですね、その方は。周りのサポートでなんか嬉しい反応ってありました？本当にどん底でしんどかった時に、無理するなよって、そのままでいいか大丈夫だからっていう一声ですかね、嬉しかったの。なんかあれを引き込んでればいいし、気分良くなったら出てくればいいから、ちょっと休んどきって言って。現在はどういうふうにして症状を抑えてらっしゃるんですか？薬も飲んではいるんですけど、頼らずにはしていて、自分で思い込みと発想の転換を駆使してます。例えば、あ、うつだってなると何がみたいな、何がうつなのって自分にバーって問いかけてみて、いや、なんもねえな、じゃあいいかみたいなことにしてみたりとか、どうしても今日はパワーが出ないとかっていう時はもう一日何もしないようにしてますし、思い込みっていうのは多分うつでかなり大きいかなとも思うので、その辺はいろいろと状況によって対応できるようには想定はしつつ、症状の悪化を防ぐためにご自身でされてることってありますか？
まんべんなく人とお付き合いするとか、人も行っていくとか、うん、1日に 2,3 回は人のいっぱいいるところに行くとか、うん、人とやっぱお付き合いした方がいいんですか？ある程度はそうだと思います、うん、どうしてもどん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 塞ぎ込んでいってしまうと、うん、それもそれで症状が悪化してしまうかもしれないので、うん、粗治療ではあるんですけど、うん、あえて普段しないような行動をしてみる、行ったことないところに散歩に行ってみるとか、うん、っていうことはしてました、うん、はい、うつ病との付き合い方はどうですか？受け入れてやるしかないって感じ。受け入れてますね、完全に、うん。今うつ病で悩んでる方とか苦しんでる方にぜひメッセージをお願いします、はいはい、うつが治らないってことは絶対にないので、まずはご安心をっていうところですかね。僕もどうすればいいんだろうって、一番症状がひどい時はずっとそれでスマホばっかりいろいろ見てたので、結局何もなかったんですよね、具体的な解決方法っていうのは。でもないわけじゃなくて、時間だったりちょっとした行動だったりとか出会いだったりとか、何でもいいんですよね。例えば、あ、食器が洗えたっていうだけで治ったりもしますし、もう塞ぎ込んでしまうのはしょうがないので、その状態はキープしつつも、本当に自分をいたわってあげてほしいと思います、うん、はい、本当にありがとうございます、はい、うつ病で、ね、悩まれている方とか、うつ病かもしれないと思われている方は、医療機関とかね、はい、そうですね、通っていただいて、うん、お一人であまり、ね、抱え込みすぎないようにしていただければと思います、はい、いや、本当にありがとうございました、はい、お話ししにくいところもあったと思います、はい、ありがとうございました。石田一生さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ごきげんよう。この番組は皆様のサポートによって支えられています。交通費、ファクトチェック、リサーチなどにお金がかかっています。スーパーサンクスやマンスリーサポートでご支援をお願いします。企業の SDGs、 自治体の取り組みなどの PR 案件をお待ちしております。詳細は概要欄まで。チャンネル登録、高評価お願いします。それではまた、ごきげんよう。